どうも、宇宙やばいチャンネル中の人のキャベツです。今回は、Voyager 2号が通信不能に一体何が起きたのかというテーマで動画をお送りしていきたいと思います。太陽圏を越えた Voyager。今から45年以上前の1977年に、太陽系の地球より外側にある惑星や、太陽系の外側の領域の探査を目的とした探査機、Voyager 1号と2号が打ち上げられました。現在、Voyager 1号は、太陽や地球から160英雄以上、2号は130英雄以上離れた位置にあります。ちなみに1英雄というのは、地球と太陽の距離を1とした距離の単位で、だいたい km で1億5000万 km となります。海洋星までの距離は、だいたい30英雄なので、Voyager の位置は非常に遠くにあります。ここまで太陽から離れると、私たちの住む地球近傍の環境とは全く異なる環境になっていると考えられています。太陽系の主である太陽は、太陽風と呼ばれる超高温のガスを超高速で常に放ち続けています。太陽風は非常に高温であるために、熱運動によって原子核と電子が電離してしまい、ガスがプラズマの状態になっています。この太陽風は平均 450km 毎秒、温度100万度という状態で地球の近傍を通過し、地球の磁気圏と衝突することで、極地で見れる美しいオーロラの原因ともなっています。ですが、そんな太陽風でも、太陽から離れるにつれて減速し、最終的に太陽から約100英雄離れたところまで届くと、太陽と別の恒星間にある星間物質と混ざり合うと考えられています。最終的に太陽風のプラズマと星間物質が混ざり合う境界面をヘリオポーズと呼び、このヘリオポーズの内側の太陽風が届く領域のことを太陽圏、英語でヘリオスフィアというふうに呼んでいます。Voyager 探査機はあまりに遠くまで離れていったため、1号は2012年8月に、2号は2018年11月に、それぞれ太陽圏を脱出し、星間空間に到達したと考えられています。Voyager は打ち上げから45年以上経った現在でも、2機とも運用が継続されており、太陽圏を超えた星間空間を直接探査できる唯一無二の探査機として貴重なデータをもたらし続けてくれています。Voyager 2号が通信不能に。実は7月21日から動画投稿時点の8月4日に至るまで、地球から約200億 km 彼方にある Voyager 2号は、NASA が地球上の各地に設置した電波アンテナ群、ディープスペースネットワークとの通信ができない状態に陥っています。原因は NASA のチームによる不注意で、Voyager 2号へ誤ったコマンドを送信してしまい、結果として Voyager 2号のアンテナは地球の方向から2度傾いてしまいました。現在、チームは一刻も早く Voyager 2号との通信を再開するために努めています。探査機のわずかな信号を受信するため、チームはディープスペースネットワークの複数の電波アンテナのデータを調べました。するとその中で Voyager 2号からの半走波を発見しました。これは Voyager 2号の電源がオンになっていることを地球に示すための定常的な電波信号であり、いわば心臓の鼓動のようなものです。電源が入っている以外の情報が含まれた信号は微弱すぎて検出できていませんが、少なくとも Voyager 2号が現在も生きていることが分かりました。チームは現在、Voyager 2号のアンテナを地球に向けさせるように新たなコマンドを生成していますが、これが成功する確率は低いとのことです。しかし仮にうまくいかなくても、通信が永久に失われることが確定したわけではなく、希望が残されています。実はVoyager 2号は毎年何度も自動で姿勢をリセットして地球にアンテナを向けるようプログラムされています。次の姿勢リセットは今年の10月15日であり、遅くともこのタイミングで通信が再開されることが期待されています。Voyager 1号、2号ともに2025年頃に電力供給が止まり、地球との通信が途絶えると見積もられています。その最後の瞬間まで活躍できるよう、一刻も早く通信が再開されることを願うばかりです。Voyager の未来、広大すぎる宇宙。Voyager は電力を失った後も、太陽系の外へ一直線で突き進んでいき、孤独な旅を続けます。2機それぞれの太陽に対する交代速度は、1号が約 17km 毎秒、2号が約 15km 毎秒と推定されています。ですがこれだけの速度をもってしても、宇宙の広さの前ではあまりに無力です。まず、Voyager は2機とも太陽風が届く範囲である太陽圏ヘリオスフィアは抜けましたが、太陽の重力が優位であり、その周囲を公転する天体が存在する太陽系は全く抜けていません。太陽系の果てには無数の小天体が太陽系全体を包み込むように急角状に分布しているオールトの雲という構造が存在すると考えられています。このオールトの雲の果てこそが太陽系の果てであると言えそうですが、そこは太陽から実に10万 AU も離れた場所にあるそうです。Voyager 1号の現在地のさらに600倍以上も彼方にあります。Voyager が太陽系を抜けるのは今から1万年以上後のことであると計算されます。当然、他の恒星系に到達するのはもっと遥か未来の出来事です。Voyager を追い越す。ですが、人類の科学技術は急激に進歩しているので、そう遠くない未来に新たな人工物がVoyagerを追い越すことができるかもしれません。そのような凄まじい速度を得られる計画に、ブレイクスルースターショットというものがあります。これは高速の5分の1で移動する小型の探査機を作成し、わずか20年ほどで隣の恒星系であるケンタウルス座アルファ星に探査機を送り込む計画です。カメラや通信機器、推進システムなどが切手サイズの超軽量宇宙船スターチップに搭載される予定です。ブレイクスルースターショット計画の画期的な点は化学燃料を燃やすのではなく、レーザー光によって推進力を得る設計にあります。一辺が1メートル程度の極薄の方をスターチップに取り付け、地形上から帆に向かってレーザーを照射することで、高速の 20% もの推進力を得る仕組みです。これが実現すれば、海洋星まではたったの1日で到達し、1週間以内にボイジャー探査機を追い抜きます。そして20年かければ、最も近い恒星系、ケンタウルス座アルファ星にも到達すると言われています。ボイジャー1号だと、そこに到達するのに約8万年かかると言われているので、たった20年で到達するその速度はまさに驚異的です。いずれ人類が容易に深淵の宇宙を探査できるようになり、ボイジャー探査機が回収される未来が来るのかもしれません。最も遠くから見た地球。そして最後に、1990年にボイジャー1号によって撮影された、ペイルブルードットと呼ばれる非常に有名な画像を紹介します。右側の縦に広がる茶色い帯の真ん中下あたり、小さい点が見えると思います。これは私たちが住む地球です。この小さな小さな点の中に、私たち人類を含むすべての生命、そして全ての歴史が詰まっているのです。この神秘的な画像は、海洋星の遥か彼方、地球から60億 km の地点から撮影されました。現在のところ、最も遠い場所から撮影された地球の画像として有名です。これ以上に遠い世界から、Voyager は今も宇宙の新たな情報をもたらし続けてくれています。2025年頃に電力の供給が止まり、地球との通信が途絶える最後の瞬間まで、偉大なVoyager探査機を見届けていましょう。はい、ということで今回の動画は以上になります。この宇宙やばいチャンネルでは、こういった宇宙分野の動画を普段から投稿しているので、ぜひ宇宙に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それでは中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。